250RR ビモータは、イタリアのオートバイ製造販売会社である。ビモタ HB1 バレリオ・ビアンキ、ジュゼッペ・モーリ、マッシモ・タンブリーニの3人によって、当初は、空調設備の会社として1966年に、リミニにて設立された。会社名の由来は、3人の性の綴りから、最初の2文字ずつを組み合わせたものであった。創立者の1人であり、 っからのオートバイマニアであったタンブリーニの趣味がきっかけで会社の事業としてもオートバイに関わるようになった。タンブリーニは空調設備の仕事でも馴染んでいたパイプ加工の技術を活かし1972年に趣味のオートバイレースで大破した自らのホンダドリーム CB750 フォーをフレームから作り直した。これが後の HB1 の原型であり、 ビモータの第一号車でもあった。この車両が評判になり、1973年にビモータ、メカニカとして、フレームビルダーの業務を本業とは別に開始した。なお、この頃には創業者の一人であったビアンキはすでに、会社を去っていた。ビモータ YB3 最初期の業務は主に、日本車向けのスペシャルパーツの製造販売や、レース用フレームの製作供給であり、 パトンやモルビベリ、ハーレー・ダビッドソンなどのレースチームが、ビモータ製フレームを使った。ビモータのフレームを採用した、レースチームが活躍し、1980年には、ヤマハ市販レーサー TZ350 のエンジンを搭載した YB さんが、世界 GP の 350cc クラスで優勝した、ことでその名を広め、本格的に市販車を発売する頃には、 空調設備の業務をやめて完全にオートバイ製造会社へ転向した。この時代のビモータのフレームは交換性が主でドライブスプロケット軸とスイングアームピボットを同一線上に配置するコアキシャルスイングアームやヘッドパイプを車体後ろ側からだけでなく前後左右から支持するといった独自の発想による特徴的な構造を採用していることが多い。 1983年にタンブリーニが会社を去ると、ドゥカティから移籍してきたフェデリコ・マルティーニがチーフエンジニアとなった。同年のミラノ賞では、ハブセンター・ステアリングなどを採用した革新的な試作車提示を出品するが、これが市販間近との誤解を生んで、既存車種の買い控えが起こり、結果として1984年にビモータは、 イタリア政府の管理下に置かれるほどの経営危機を迎えた。だが1985年に、ドゥカティからのエンジン供給を受け開発された DB1 を発売すると高い評価を受け、経営危機を脱するのに十分な収益を上げることになった。1986年末にヤマハとのエンジン供給契約がまとまると、1987年には従来のビモータにはなかった。 アルミニウム合金製ツインスパーフレームに FZ750 のエンジンを搭載した YB4R で TTF1 世界選手権に初参戦しバージニオフェラーリが参照してタイトルを獲得した。さらにこの車両を元にした行動用市販車 YB4EI を1988年に発売した。 折からのレーサーレプリカブームやプラザ合意以後の円高政策も追い風となり YB4 や DB1 の日本での販売台数が他国に比べて飛躍的に伸びる結果となった。マントラ1989年にマルティーニはジレラーに移籍しピエル・ルイジ・マルコーニがチーフエンジニアとなった。1990年にはマルコーニが学生時代から関わっていたの行動用。 市販車版である、定時 1D を、コローニエ賞で発表して、技術的に注目され、マルティーニ時代からの DB シリーズや、YB シリーズを着実に育て上げるなど、精力的に活動した。しかし一方で、1993年には創業者で、最後まで残っていた毛利が去り、定時 1D が、商業的な成功を収めないまま1994年に、 生産終了すると、その頃を転機に、ビモータの経営方針に変化が訪れた。モーリが去った後の新経営陣は、高品質ながら少数生産という、それまでの方針を改め、商業的成功を目標に生産数増加を目指し、それまでのビモータとは違った路線の車種も、充実させるようになった。従来通りの路線では、 ヤマハとのエンジン供給契約が切れた後に、鈴木との協力関係の下で、SB6 を発売し、単一車種としては、ビモータ最多の販売台数を記録し、工場を拡張するほど販売が好調であった。新たな路線としては、当時人気が出始めた大型ネイキッドとして、DB3 マントラを発売し、以前は、参入を否定していた。 シングルスポーツのジャンルにも BB1 スーパーモノを投入した。だが、SB6 とは違い、DB3 と BB1 は商業的には成功せずに終わった。5 0 0トデュエまた、定時 1D キきとの技術と独自性を象徴するものとして、ビモータは1996年コロニエ賞にて、5 0 0トデュエを発表し、翌1997年に発売した。 ビモータ初の自社開発エンジンとなる 500cc にストローク V 型に気筒を搭載して、全、ビモータ製を謳った 500V デュエは予約が殺到するほどの全評判だった。しかし、実際に発売されると、シリンダー内直風インジェクションの技術的問題が表面化して商業的な失敗を招き、ビモータは大きな負債を抱えた。 この失敗で1998年には工場はほとんど稼働しない状態に陥り、この時期にマルコーニを含めた多くのスタッフがビモータを去った。1999年にラベルダを復活させた実績を持つフランチェスコとニョンの元で生産を再開し、マルコーニが残した SB8R の販売で復活を目指した。2000年には リーバイスがスポンサーとなって、SB8R のホモロゲーション車種である SB8K で世界スーパーバイク選手権に参戦し、アンソニー・ゴバートのライディングにより、出場2戦目で早くも優勝しその技術力の高さを見せつけたが、リーバイスがシーズン途中で撤退してしまいチームは空中分解した。市販車の SB8R も商業的な成功にはつながらず、 会社は倒産に至った。ウイルス 984C32V2003 年に、イタリアの資産家、ロベルト・コミーニが、以前の本社や工場を丸ごと買い取り、企業活動を再開した。マルコーニの下で働き、V デュエのデザインなども担当した、セルジオ・ロビアーノが、チーフデザイナーとなった。2004年には既存の SB8 の部品をもとに、 新たな SB8K の派生版を生産開始し、2005年にはロビアーノのデザインによる DB5 とビモータ初の OEM 車となる定時 2D を発売した。DB5 には黒森交換性トラス構造にアルミニウム合金を削り出したピボットプレートなどと組み合わせた複合型フレームを採用した。従来のビモータの印象を受け継ぎながら新たな衣装を 作り出している。また、マルコーニ時代後半のように大量生産を目指さず、少数生産で高品質に力を入れるという初期の、ビモータに通じたものづくりも、新生ビモータの特徴となっている。2006年には、DB5 をネイキッド化した、DB6 デリリオと、OEM でなく自社開発となる、テージ 3D を発表した。2008年には、 定時 1D 以来のドゥカティ製水冷エンジンを搭載した DB7 を発売した。2019年時点では会社は経営不振で休眠状態に陥っていた。同年11月6日、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーは同社欧州法人とビモータで新しい合弁会社を設立すると発表。川崎側は ビモータ向けに専用開発したエンジンを供給し、バイク本体の開発から販売までを引き受けるとしている。主に大手メーカーのエンジンを自社製のフレームに搭載するという方法で製作したオートバイを発売する。さらにはそれらの車両を使用してレースにも参加していたこともある。特に創業当時は大型オートバイの製作技術が発展途上で、 滝藤エンジンの高出力を持て余す市販車も珍しくなかった時代であり、そのポテンシャルを最大限に発揮させることができる優秀なフレームの評価は高かった。初期のビモータのオートバイは大手メーカーから完成車を購入しエンジンだけを取り外して使用していたので高価だった。これは当時のビモータの生産ラインがほとんど手作業に近い水準であり、 年間生産台数も2桁や3桁前半程度に過ぎなかったためエンジン単体で供給してくれるオートバイメーカーがなかったからである。また強度があり軽量ではあるが製作に手間がかかるフレーム形式や FRP 製カウルなどの高級な部品を採用していたのも高価になる理由だった。しかし当時そのような仕様のオートバイを市販するメーカーは少なく ビモータの製品を支持する購買層は存在した。その後1983年頃から大手メーカーからエンジン単体の供給を受けられるようになったが、凝った車体の作りもあってビモータの製作販売するオートバイは他に比べて高価であり続けている。車両そのものの高評価も手伝って生産数も増えたが、後年最大のヒットとされる SB6 でさえ、 派生の SB6R を含めても2000台に届かないなど依然少量生産である。ビモータの製作する車種の名前は原則的に2文字のアルファベットとそれに続く数字からなる。最初のアルファベットがどのメーカーのエンジンを使ったかを表し、次にビモータを表す B の文字が続き、それに続く数字がそのメーカーのエンジンを使って作られた車種の何番目かを表す。 以下は、行動用として市販された車種について主に述べる。なお、車種名の後に記した、括弧内の年数は、生産時期を表す。HB2 ホンダ製エンジンを搭載している。HB4 を除いてフレームは、交換性。SB4 鈴木製エンジンを搭載している。フレームは、当初交換性であったが、SB6 と SB7 では以降は、 アルミニウム合金製ツインスパー SB8 ではアルミニウム合金製ツインスパーながら部分的に CFRP を使う複合型となったキロバイト1川崎製エンジンを搭載しているフレームは交換製トラス構造 DB1 ルカティ製エンジンを搭載しているフレームは当初交換トラス構造であったが DB3 以降は アルミニウム合金製大円断面パイプのトラス構造になり DB5 以降ではアルミニウム合金製部品との複合型ながら主要部は再び交換トラス構造となっている YB8 ヤマハ製エンジンを搭載している行動市販売 YB のフレームは YB5 を除くとすべてアルミニウム合金製ツインスパーである定時 1D 定時 1D の構造定時とは 英語の論文を意味するイタリア語である。このシリーズは、車種名の命名法が特殊で、提示の後にこのシリーズの何代目の車種かを表す、数字とエンジンメーカーを表すアルファベットが記される。フロントスイングアームとハブセンターステアリング機構を、行動要量産市販車として、初めて採用した。複雑なリンクを介して操作する、フロントタイヤと、 ブレーキング時のノーズダイブが全くない、走行フィーリングは独特である。1985年3月に行われた東京モーターサイクルショーに展示された試作車定時はホンダ VF400 のエンジンを使用しており、他にも数台作られた試作車ではホンダ製やヤマハ製のエンジンが使われた。しかし最終的に市販車では一貫してドゥカティ製エンジンが採用されている。 市販車に限ればフレームは当初からアルミニウム合金製である。1D までのデザインエンジニアリングはピアルイージマルコーに、b b e 1 b m w のエンジンを搭載している。フレームはアルミニウム合金製で主要部分は大円断面パイプのトラス風溶接構造。自社製エンジンフレームはアルミニウム合金製で主要部分は 楕円断面パイプのトラス溶接構造。ありがとうございます。